天命が指し示した通り、偽りの月はついに地に落ちた。さっきね、私たちを守ってくださいって神様にお祈り。神が俺たちに気にかけるわけがない。でなきゃ俺の娘があんな目に遭うはずが。夜は落ちた月に賛歌を歌う。星々は踊り、月のために死の鐘を鳴らす。帰ってきてくれた。お前がまだ生きてるって信じてたよ。ありがとう、生きた。ありがとう、神様。光は闇を踏み台にして己の偉大さを証明したにもかかわらず、この忌むべき裏切りを天命などとのたまる。まさか人間たちよ、これほどの苦難が一体何の価値があるというのだ。天命に逆らってはならない。なぜ抗おうとする。天命か。真実、私は闇と共に千年の時を過ごします。先生、天命なら所詮神が人間を慰めるための口実に過ぎない。どうだ、私のもとに来ないか。甘美な夢を見せてやる。さあ落ちていこう、どこまでも。そのまま寝ちまったんじゃない。寝させてやれよ。ここは悪人生命、貴様を討伐。久しぶりだな、平安京の英雄君。